こんにちは日本科学未来館科学コミュニケーターの三です未来館では日頃さまざまな科学トピックについて紹介するトークを行い来館者の皆様と一緒に科学技術がもたらすちょっと先の未来について考える場を作っています。今日はそのトークをオンラインでもお楽しみいただけるようお届けしたいと思います。 さて今日のトークは細胞たちのコミュニケーーション,ガンとエクソソームです細胞同士が情報をやり取りするそのことについて今日はちょっと紹介したいと思います。といっても細胞ってどんなものかまずはそこから始めていきたいと思います。 右側には人の絵が描いてあるんですけれども、左側、白い小さな点が見えますでしょうか。こちらですね。これ、実は微生物、細菌とこれから言いたいと思いますけれども、細菌を描いています。でこの細菌もですね、実は生き物になります。私たち人ももちろん生き物です。地球上にはたくさんの種類の生き物がいます。 お魚、犬、猫、そして植物、それぞれの生き物、まあ、いろんな形をしているんですけれども、共通点が先ほどお話しした細胞というものになります。すべての生き物は細胞というものでできています。さて、でもこんな似ても似つかないような形をしているんですけれども、左側の、ね、もともとちっちゃい白い点でしたよね。小さな生き物、細菌は 実はこれ1つがですね細胞でできています。なので1つの細胞が1つの細菌、まあ、生き物になるんですけれどもじゃあ一方の人はというとですねこうパッと見た手これ細胞でできてはいるんですけれども細胞はこう,うまくは見れません人の目では。実は人の体というのはたくさんの細胞が集まってできています。 なのでとってもとってもちっちゃな細胞が集まっているので目では見ることができないんですね。まあ、そんな人の体なんですけれどもその中に入っている細胞どのくらいたくさんなのか、はい、左側には人間がたくさん並んでいますけれども世界の人口皆様、えー、覚えてますか 人間が今世界には77億人住んでいるという風に言われていますこの77億というのがまあなんとなく多いなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもそれがえ世界中の人を1,2,3,4って数えて最後77億くらいという風うに言われているんですけれどもその数字がまあなんとなくイメージできたところでですね私たち一人の 体の中にある細胞の数をちょっと考えてみたいんですけれども、じゃあこの世界の人口に比べて、まあ、多いのか少ないのか、きっとまあこういう話をするので多いんじゃないかなって思われるかもしれないんですけれども、そうなんですね、だいたい37兆個あるんじゃないかというふうに言われています。私たちの体、1人の体ですよで。この中に37兆個ぐらい あると言われてるんですけれども、まあ、この77億という数字からするとですね、まあ、10倍100倍1000倍もっと多くというふうなすごく大きな数字だということがなんとなく想像できるんじゃないでしょうか、まあ、そんな細胞よくよく見ていくとですね体というものが、まあ、細胞の社会というふうに言い換えることができるんじゃないかなと思います社会というとですね例えば小さな社会だとおうちの家族 お父さん、お母さん、そして兄弟もうちょっと大きな社会になると、えー、大人の方であったら会社とか、あの子どもの皆さんは学校っていうのがちょっと大きな社会なんじゃないですかね。例えば、えー、学校には当番があって、いろんなこう役割を持ったお友達がいたりとか、もうちょっと大きくなると、今度は学校の先生とか、あとは学校には先生だけじゃなくて、えー、保育士さん、えー、保育士さん。 保健室の先生がいたりとかあと学校の外にはねいろんな仕事をしている人がいますよねそんなふうにですね細胞もそれぞれいろんな役割を持ったキャラクターのものがいますでそういった細胞が、えー、複雑にこうお互いに作用し合っているのが私たちの体細胞の社会ということになりますでじゃあどのくらいの細胞がどんな種類の細胞がいるのかなっていうので に出してちょっと一部だけ出してるんですけれども、全部数えると大体250種類くらいの細胞が人の体にはいるというふうに考えられています。まあ、血液の細胞だったりとか、あとは、えー、お腹の中にいる食べ物を分解する細胞とか、体ののじびちじみ、筋肉の細胞とか、いろんな種類の細胞がいますでこれらがが支え合ってて体ができています。 そういった体の中の細胞の社会なんですけれども、それぞれ細胞が情報をやり取りするコミュニケーションというのがとても重要になります。じゃあどうやってきっと学校でね、習った方もいるかもしれないんですけれども、例えば、ホルモンという言葉を聞いたことありますでしょうか。ホルモン、血管中を通って細胞が出した物質というのがですね、体の遠く、その細胞から 離れた遠くの細胞に伝わって細胞の活動バランスを調整するような役割をしていますでこのホルモンの中にもいろんな種類役割のホルモンがあってそのまあ仲間はひと、えー、グループ分けでホルモンという言葉がついていますいろんな種類のものがこの中にありますホルモンは割と広く、まあ、情報を伝えるために使われるものなんですけれども 他にもサイト会員というのがあったりしますねこれは例えば免疫細胞という細胞が体の外からやってきた敵を見つけてで敵を見つけるとですねその細胞、えー、免疫細胞が周りの細胞に敵がやってきたよということを知らせたりとかあとはその敵をやっつけるために他の細胞に応援を頼んだりとかそういう時に使う、まあ、情報のコミュニケーションのツールになっています。 他にもすごく速いスピードで情報を伝える神経伝達物質だったりとか、あとは隣り合う細胞同士、そして細胞とその周りにある物質を細胞が、えー、手をつなぐことで、まあ、その状況を把握したりするときに使われる細胞表面タンパク質というのがあったりします。でまあ、こんなものをです、ね、細胞が駆使して、これが同時並行的に常にやり取りされる体の中。 というのが私たちの体細胞の社会というふうになりますでそんな細胞社会なんですけれども実はですね細胞たちには守らないといけないいいいととけ約束というのがあります3つ細胞というのはそれぞれ、まあ、いろんな種類あると言いましたけれども、えー、居場所というのが働く場所というのが決まっています例えば青色の細胞はこう並んでたりとかしますよね でそれぞれの持ち場というのを守って働くということが実は体にとってとても重要なことになります。他にも細胞の中には遺伝情報というのが入っているんですけれども、これがいろんな原因でこうエラーが入っちゃうことがあります。でこのエラーですね、細胞はこう治す仕組みを持っているんですけれども、これもちゃんとミスはすぐに対処するというのが一つの重要な約束ごとになります。そして 細胞いろんな働きを持っているって言ったんですけれども、ただ働くか働かないかっていう、オン・オフではなく、どのくらいじゃあ今、その細胞は働いた方がいいのか、運動してるときはすごく働いた方がいいのかとか、休んでるときはちょっと抑えたりとかっていう微調整ができるんですよね。それどうやってるかというと、周りの細胞の様子とかをえ判断して、細胞同士でですねうまく調整し合って働いたりとか。 あと細胞は増えることができるんですけれどもその増える時にもたくさんずっとずっと増え続けたら人間の体は大きくなっちゃいますのであの必要な時だけ例えば怪我をした時とか細胞がちょっとこう古くなっちゃって新しく作らないといけない時に増えるっていうふうにちょうどいいっていうのをするために周りと調節し合うっていうことが重要になりますただですねこちらちょっと字が変わったの分かりますでしょうか 実は体の中にはこの細胞社会の約束をですね守らないような細胞っていうのが時たま出てきます。でこの、えー、約束を守らない細胞によって引き起こされる病気きっとですね皆様あの一度は聞いたことある病気すごく有名な病気なんですけれどもどんな病気だと思いますか体の至る所で起きる病気なんですけれども というのはですね体の至るところで細胞が働いていてでその細胞がですねこの約束を破っちゃうからなんですけれどもその病気がんと言います肺がんとか胃がんとか肝臓がん膵臓がんあとは白血病など血液のがんなんていうのもありますけれどもそれぞれの体の部位のがんがこの約束ごとを守らないことで、えー、癌というものになっていきます 細胞が約束を守らないということはがんも細胞の病気なんですけれどもさっきミスはすぐに対処しないって言ったんですけれども遺伝情報のエラーが直されずにどん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 たまっちゃってその結果周りとの調節を無視してどん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 増えちゃっていきますでこのがん細胞が増えていくとそれがどん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 周りの細胞を邪魔しちゃったりとかですね これがどん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 細胞分裂を繰り返して増えていくとですね中にはですねもともとの場所から持ち場を離れてえ例えば血管なんかを通って遠くにちょっと旅をしてでまた新しい場所でまた定着して増えていくようなそんなやつらも現れたりしますこういうふうにしてがんっていうのが悪化していくんですけれどもこのがんという病気普通はですね 免疫細胞っていう細胞がですねやっつけたりする、まあ、がん細胞やっつけるんですけれどもこのがん細胞もですね結構手強わくてうまく増えたりとか定義するためにですね先ほどお話ししたコミュニケーションツールというのを悪用しているということが分かってきていますその中で今日はいろんなツール道具を使ってがん細胞っていうのは増えたり移動したりするんですけれども新しく最近新しく見つかってきた えー、コミュニケーションの道具について紹介します。その名前がですね、エクソソームといいます。エクソソーム、こちらに細胞を描いてみたんですけれども、どのくらいの大きさのものかというと、大体いい100ナノメートルくらいの大きさのもので、こう絵に描いてあるとおりですね、こうなんか袋状のものになっています。で、細胞って膜で覆われてるんですけれども、その細胞と同じ 膜の袋の中にですねいろんな物質が入っています RNA というものとかタンパク質というものとかいろんなものが入っていますでこれ細胞のコミュニケーションツール情報伝達手段の一つでして細胞膜をと同じ膜で覆われているものなんですけれどもこれ中身ですねタンパク質 RNA あと この膜タンパク質というのが働いて、ですねこんなふうに細胞、こちらがエクソソームを出して細胞なんですけれども、これを違う細胞に届けるというときに、このエクソソームというのが使われています。で、この届けた先ですね、膜タンパク質でエクソソームの中身が入ったりするんですけれども、入っていって、この細胞、行き先の細胞のですね性質を変えちゃったりする。 これによって細胞の、えー、働きを調節するというふうに使われているものになりますで。このエクソソームなんですけれども、がん細胞が悪用しているよというのの前にです、ね、まあ、そもそも細胞というのがです、ね、エクソソーム、どのくらいの種類の細胞を使えるかというと、ほとんどすべての細胞が,が、えー、エクソソームを作ることが知られています。 でただですね、エクソソームというと、全部一緒かというと、そうではなくって、そのエクソソームを作る細胞ごとに、実はちょっとずつねあの、特徴が違っています。で、その特徴は何かというと、その先のエクソソームの風船の中に入った物質とか、その風船の上についているタンパク質というのが違います。その違いによってですね、例えばエクソソームの行き先の細胞が違ったりとか、 あとはその細胞がエクソソームに入ってその細胞がどうなるかという作用のところが結構違ったりします。免疫細胞、普通の細胞もエクソソーム出すんですけれども、例えばがん細胞に入ってがんをやっつけるような、そんなものがあると思えば、さっきお話ししたように、まあ、がん細胞がこれを悪く使って周りの細胞を邪魔しちゃうみたいな、そんなことも分かってきています。その中の一例を紹介したいんですけれども、 さっき、持ち歯を離れがん細胞が持ち場を離れるっていうお話ししたと思うんですけれども、それを、えー、専門用語では転移と言います。どういうことかと言いますと、がん細胞、いろんな場所でできますよね。がんができた場所から、がん細胞はどん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 増えていって、そこから、まあ、体の中の血管、リンパ管という道を通って、がんから離れた場所にがん細胞が入ってで、そこでまた増える。 これを転移と言いますでこの時にエクソソームというのが働いているんですけれどもいつかというと実はエクソソーム転移する前に働いています。これがん細胞からエクソソームが将来がん細胞が転移する先の場所にあらかじめ集まっていきます。でこのエクソソームがですね が細胞が増えややすすすいい転移ししように準備をしますそしてその後がん細胞の転がんの転移というのが起きるということが分かってきましたさあこのエクソソームこれを使ってですね今ある挑戦がされているんですけれどもこのエクソソームが分かったことですごく便利なことがあるんですけど皆さんもなんかちょっと こういうことに使えるんじゃないかなって想像してみてください何か思いつきましたかね今国内外で活発に、えー、取り組まれているのが血液そして体液の中のエクソソームというのを調べてこれからがんが見つけることができるんじゃないかということが今、えー、取り組まれていますどういうことか まあ血液中にはですねがん細胞そしていろんな普通の細胞が出したエクソソームというのがこう混在していますでそのエクソソームを調べるまあエクソソームの中身の物質も含めて調べることで体の中で今どんなことが起きているのかそしてどんな細胞がいるかということが分かるんですねで例えば免疫細胞のエクソソームが たくさんあるぞってなれば体の中でもしかして炎症反応が起きているのかもしれない他にももし胃がんの細胞が血液中のエクソソームから見つかれいや胃がんのエクソソームが見つかれば体の中に翻って胃がんがあるんじゃないかということが分かったりとかあとはそのがんが存在するかどうかだけじゃなくて例えばがんの中には同じ肺がんでも違う場所に転移するっていういろんな種類があるがんというのがあります エクソソームを調べることで肺がんがあるただそれだけではなくてそのがんはどういう種類のがんなのか今どういうくらいの悪さをしているのかというのが分かるようになるということが期待されていますさあがんとエクソソーム先ほどは転移の話をお話ししたんですけれども実はそれ以外にもこれを使ってがん細胞が悪さしているというのも分かってきています例えば 脳へがんが転移するとき、実は脳、実はです,すごい血管のバリアが硬くて、普通は細胞通れないんですけれども、それをエクソソームでこう無理やり壊しちゃったりとか、あとは血管を増やして、がんがどんどん増えやすいように栄養をこう取ってきたりとか、あとは薬際、まあ、抗がん剤ですね、効きにくくなるようなエクソソームというのも今までに分かってきています。 ということで、この先ほどのね、あのアイデアが実際に実現すれば、血液を調べることで、まあ、がんの存在の有無、患者さんの状態というのがより早く分かって、それによって早期治療というのがつながるということが期待されているんですけれども、それだけではなくてですね、いろんな体の状態というのを、まあ、エクソソーム、他の細胞のコミュニケーションツールの意味が、 分かってくると,、えー、とよりあの正確に理解することができるということで細胞のコミュニケーションの理解というものが実は重要だということをお話ししてきましたさあ私たちの体すごくたくさんの細胞がたくさんの数そして種類の細胞が、まあ、協力して仕事をしていますそして私たちの体が生きているということなんですけれども体ではいろんなイベントが起きます 1>, 1日の単位ですれば、運動したりとか、寝たりとか、ご飯を食べたり、そして人生の単位で見れば、赤ちゃんが赤ちゃんの形になって、そして生まれて、そして大きな大人になって、そこからまたおじいちゃん、おばあちゃんになり、老化するってこの中で,です、ね、細胞はそれぞれ、えー、状況に応じて、えー、働き方というのがちょっとずつ調整されていきます。 でまあ、こういったふうにですね、まあ、今日のエクササムのお話もありましたけれども細胞の社会のことこれがよりよくより詳しく分かるようになることでじゃあこのコミュニケーションを体の外からスパイしてあげることで今体の中がどういうふうになってるのかっていうのをより詳しく分かったりとかじゃあこのコミュニケーションツールを逆に利用してやって なくし増やしたりすることで病気が治るんじゃないかという医療の進歩に使えるんじゃないかということがつながったりとかあとはそもそも健康な状態ってどういう状態ってこういう状態ってなかなかうまく説明できないですよねそれを科学的により詳しく説明ができるようになるそんな、えー、利点もですね細胞を調べることで出てきますさあ学校で細胞ということを習った方 ホルモンとかいろんなあのキーワードが出てきたと思うんですけれども実はですねそういって勉強したことを実はすべて自分の体で起きていることなんですよねきっと将来まあ病気になって風邪や感染症だけじゃなくっていろんな病気になることもあるかと思いますそういった時に体でどんなことが起きているのか普段健康にしている時には体で細胞がきっと頑張ってくれているはずです 細胞のことがより分かってきたことで自分の体のこともちょっと見え方が変わってくるかもしれません今日のトークはねこれくらいにしておきましょうさて YouTube 未来館チャンネルではオンラインでも科学を楽しんでいただけるよう様々な動画をアップしていますぜひ他のコンテンツもチェックしてみてくださいそれでは皆さんさようなら